5月15日は G リーグの誕生日ということで、開幕戦の日、ナネさんがベンチに入られたと思います、はいはい、あの日の思い出をちょっと一回聞きたいです。そうですね、まあちょうどいい、うん、まあね、その開幕戦の国立もそうなんですけど、もう全泊の東京プリンスホテルからもうなんかね、異様な雰囲気っていうかね、マスコミの数もやっぱり、まあ、すごかったですし、まあね、その夜その部屋でスポーツニュース、まあ、どの曲見ても全部 J リーグの、ね、特集でしたし、まあ本当にこうなんかすごくなんかワクワクする夜だったし、で、まあ、国立はね、まあもう本当に華やか極まりないっていうか、いう舞台をね、まあ、用意されててという中でね、なんか今、まあ、思い出しても本当にこう昨日のことのようになんか思い出す開幕戦でしたね、はい。まあ、エルディとしては結果としては、はい、負けてはしまいましたけれども、うん、あの日一日の思い出もすぐすぐ結構そうですね、鮮明に覚えてますね、やっぱり。でもね、まあ、よく考えると93年なんで22年前ですか、の今日ですね、まあ本当にまあね、こうして今ね、その大好きなヴェルディでサッカーらしてもらえてるってのは本当に、まあ、ありがたいことだなとね、まあ、今日改めて思いながら過ごした一日でした。